ボーチ・アンジェリカは1960年代を中心に活動した女性6人からなるコーラスグループである。国内外の民謡、同様をはじめとする女情歌謡のほか幅広いジャンルで演奏活動を行い代表曲忘れなぐさをあなたにで知られる。1960年に国立音楽大学出身者を主体に6名のコーラスグループとして結成。 グループ名のボーチアンジェリカは作曲家の冬木徹が天使の声を意味するラテン語ボーチアンジェリカから名付けた。結成後間もなく作曲家の佐藤長介の紹介によりキングレコードのオーディションを受け1961年にキング専属となった。所属事務所はダークダックスと同じ家内事務所、コーラス指導はボニー・ジャックスを育てた磯部はじめが言った。 グループ単独での活動をすでに成功していたダークダックスの女性版を目指して6人重症によるハーモニーの厚さと清純なムードを売りに童謡や世界の民謡をはじめとする助上歌謡やクラシック曲、戦時歌謡、そして学校向け合唱まで幅広く手掛けた。レコードではわらべ歌インムードをデビューレコードとしてロシア民謡集、日本助上名曲集などを 次々発表し、独自のファン層を開拓した。1961年にボーチェ・アンジェリカが曲を多数吹き込んだ、キングレコードの LP、東京の歌は、文部省芸術祭レコード部門奨励賞を受賞。オリジナル曲としては講述する、忘れなぐさをあなたにがある。放送番組への出演では、NHK ラジオ、キラメクリズムや TBS ラジオ、サンデーミュージック、テレビでは、 NHK テレビ、ネットテレビなどの多数の音楽番組に出演。コマーシャルへの吹き込み、国内各地でのステージ公演、当時全盛だった歌声喫茶への定期出演などの演奏活動を行った。バックコーラスグループ単独での活動のほか、ヒット歌謡曲のバックコーラスグループとしても定評があり、中曽根美希の川は流れる、春すが八郎の 長崎の女をはじめ三橋道やヤバイ小千恵子のヒット曲でバックコーラスを受け持っていた。後年、歌謡曲の演奏には女性コーラスが付き物になったが、その講師はボーチアンジェリカにある。メンバーの結婚、育児などのため、一代目ボーチアンジェリカのキングレコード専属としての活動は1968年で休止。キングレコードでは二代目が後を継いだが、一年は余りで、 解散している。1975年に1代目メンバーが活動を再開。1980年には結成20周年を記念した LP、楽しいフォークコーラスをキャニオンレコードから発表。1980年代末頃までレコーディングや各地のステージでの演奏活動を行っていた。様々な有名歌手に歌い継がれ、現在でも広く知られる、ジョ歌。 忘れなぐさをあなたに、は、作曲家の江口浩二が、ボーチェアンジェリカのために作曲した曲である。歌詞は、木下龍太郎。1963年8月にキングレコードから、発売された。ボーチェアンジェリカはこの曲を、ステージや、歌声喫茶で丹念に歌い広め、歌声喫茶でのリクエストナンバーワンを取るなどして、その後、あずさみちよ、倍賞チエ子、 菅原洋一によってこの曲がヒットする素地を作った。ありがとうございます。